こんにちは、シエルです。今日はですね、紀ノ国屋にお買い物に行ってきました。これで大体6000円弱ぐらいです。今日はこちらの紀ノ国屋で買った購入品の紹介をしていきたいと思います。今日はね、お目当てがあって桃をね、買いに行ったんですよ。紀ノ国屋はフルーツが充実しているということで、そんな桃がこちらです。絶対に潰させないとかがすごい。紀ノ国屋さ、レジでこう袋に詰めてくれるからありがたいよね。ちょっといい桃を買いました。何種類買ったんだけど、今回のお買い物の一番の目玉商品がこちらの、はい、桃です。桃だ。こちらの桃は1382円です。季節のフルーツの旬のサラダを作るのがすごい好きで、今は桃が旬なので桃のサラダをね、食べたかったんですよ。なのでね、美味しい桃を絶対に買いに行くぞという、そんな目標を作って今日は買いに来ました。なかなかずっしり重くて絶対美味しいやつだと思います。桃のサラダを作りたいと思います。桃のサラダにはモッツァレラチーズですね。北海道チェリーモッツァレラって書いてありますね。こちらが561円、有機リーフミックスということで、こちらベビーリーフですね。こちら270円でした。まあベビーリーフこのサイズにしたらちょっと高めだね。オーガニックということなのでちょっと高いね。こちらフルーツトマトです。オスニックトマトミニ、こちら378円。これ糖度っていうのかな、この甘みがすごいって書いてあったのでこちらを選びました。スペインナンバーワンブランドカンポフリオ、ハモンイベリコ、イベリコ豚の生ハムみたいなやつです。はい、こちらが699円。こちらを全部合わせて桃のサラダを作りたいと思います。味付けはオリーブオイルとクレイジーソルト、この2つでいいかなと思ってます。ちょっと一個一個がね、ちょっとお高めなので、はい、ちょっと楽しみだね、サラダ食べるの。はい、まずこちらがサラダセットで、本当はねこれだけ買おうと思ったんだけど、なんかね他にもいろいろ買ったんだけど、最近無性に納豆が食べたくて、で納豆2種類買ってみました。紀ノ国屋ブランドの納豆かな、十勝産小粒納豆、こちらが181円。紀ノ国屋おしゃれだから、ちょっとプリンみたいな、デザートみたいな感じだけど、まあ181円もちょっと高級だよね。私が普段買う納豆だったら50円ぐらいだから、約3倍4倍ぐらいだからちょっと高級ですね。で、あともう一個ちょっと気になったんだよね、これ、水戸の天狗納豆っていうものかな。こちらは226円で、天狗納豆が結構押されてたので、ちょっと押しに弱いので買っちゃいました。納豆にはやっぱりご飯が必要じゃないですか、ということでちょっとパックのご飯を買ってみた。紀ノ国屋のご飯ですね。こちらのご飯が324円、ちょっと高いよね。新潟産コシヒカリ 100% ということ。こちらのパックご飯が324円、紀ノ国屋ブランドですね。で、もう一個ご飯買ってみた。こちらは270円のご飯です。ちょっと高めの納豆とちょっと高めのご飯で、すごい美味しい納豆ご飯ができそうな気がしています。納豆ご飯に私は添えて食べたいのがこちらのたくあん、紀ノ国屋のお漬物ということで、紀ノ国屋のたくあんを買ってみました。こちらが397円。もうこれさえあればめちゃくちゃ美味しい納豆ご飯食事になりそうです。せっかくだからできる限り紀ノ国屋ブランドのものを買いたくて、こちらも買ってみました。紀ノ国屋の粗挽きソーセージ、これもちょっと輝いてみた。こちら540円です。オリーブポーク使用という。最後はついつい手が伸びてしまった。これはね、ちょっと形が面白くて買ったんですけど、紀ノ国屋ミニハンバーグデミソース付きってやつですね。ちっちゃめのミニハンバーグが上に2つあって、下にねソースがあるんですよ。袋のまま熱湯に入れて10分間、ソースも温まって食べやすいという、このパックがちょっと面白くて、こちら648円です。で、今レシート見て思ったんだけど、この手提げ、この手提げの紙袋が20円します。7月からコンビニとかのレジ袋有料化したじゃないですかね。でもあれ多分2円とか3円とかでしょ。これ20円するんだって。飾っとこうかな。はい、というわけで今日は紀ノ国屋でお買い物をしてきたので、そちらの購入品紹介の動画でした。今日は買わなかったんですけど、お魚とねお肉がねすごい美味しそうなのがいっぱいあって、そう、ちょっと高いんだけどやっぱ綺麗なんだよね。見た目もすごい新鮮そうで、紀ノ国屋のスープやっぱ楽しいなと思いましたね。久しぶりにゆっくりとちょっといろいろ見ながらお買い物してきたので、はい、また行きたいと思います。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。